明していただかないと、僕も半分分かんないとかありますか。あの2018年の1月から、はい、聖光さんがとにかく福島に行っていろんな人から話を聞いて聞きまくろうっていう、そういう連載を始めたんですよね。でその連載が、まあ、今回ちょうど、まあ、1年15回の節目ということで、記念になんかちょっともうイベントやって盛り上げようじゃないかという、うん、そういう話になって、そんな新聞はちょっと珍しいじゃないですか。そうですよね、しかもね、新聞、東京新聞出てないエリアで何を考えてるんだっていうでも福島民放のね、あのご協力も、そうです、あの福島民放さんにも共催でご協力いただきまして、もうとにかく紙面を飛び出して、改めてこのライブで福島の人の話を、いやそれはもうどんどん聞こうという、はい、そういう会議なんですよね。なるほど、続いては伝統文化未来協会。で、まあ、踊りで何をしようとしてるのかとかっていろんなことを、まあ、伺ったんですよね。私たちはやっぱり東日本大震災という何ですか事件でやっぱり思うところもたくさんあったし、それを通してこの日本舞踊というものもどんどん世界に発信していきたいなとも思いましたし、先ほどメッセージで言わせていただきましたが、たくさんの方に支援していただいて、その感謝の気持ちをこの私たちの大好きな踊りで世界に発信していけたらなというふうに思っております。プレゼンしましょうか。はい、私はあの浪江町から来ました、浪江焼きそば大国の浅見と申します。震災当時はですね、地元の新聞社の浪江支局で働いてました。そうなんだよね、はい、記者だったんだよね。はい、そうなんです。だから震災があって人生が変わったうちの一人なんですよね。はい、で上の写真があの震災から少し経った後の、浪江のその受け戸漁港という漁港があったんですが、はい、受け戸の写真です。で奥に見えるのがあの第一原発の廃棄と、でこの右側が今の、なるほど、これ本当に昨日撮ってきた写真です。あ、そうです。ドラフォントいっぱい並んで、並んで、漁港もだいぶ直しまして、漁船も帰ってきて、今まああの試験操業ですが、漁師がたまに、なるほど、あの漁に出て、この間漁師から、どんぶりっていうかもうボールいっぱいのシラウをもらいまして、いいね、みんなで、分けて食べました。でこの下の写真はですね、あの対比ではないんですが、これ今浪江の駅前なんですが、だいぶ浪江の駅前もこうやって解体が進んでですね、あの更地になって、車で走ってても歩っててもそこに何があったのかっていうのが分からなかったり、曲がるべき目印がなくて通り過ぎてしまったりなんていうので倒壊したりね、本当に荒れた家屋なくなってすっきりはしたように見えるんですが、うん、逆に今度はこう寂しさが、なるほど、出てくるような今は、ね、はい、まあ、震災前と現在の人口世帯数910人、はい、元々は2万1000人いたということで、住民登録自体は今1万7000人ぐらいだったということで、でまあ浪江に帰還したというのが、2月末で910人、したので、これからやっぱり少しずつですが若い世代も、浪江町に戻ってきたりですね、この4月でちらっと聞いた話だと4人、なんか全く町出身じゃない若者が罪に来てるやつ、あの移住してきて、それこそ社会福祉関係とか、なるほど、農業関係の仕事をし始めたという、ニュースも出てますので、そういう若者たちが町おこしを今度始めるので、はい、我々はそういうバックアップをできればいいなと思っております。バック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 、すごい、雑草もジャングルがなくなって花が生き返ってきた。草原になっていろんな草が生えたよ。日が当たって花が咲いたよ。谷さん、ちょっと責任持ってこっち来てくださいよ。こんなことやらかして。
いい大人が。クラウドファンディングに今挑戦してまして、はい、ありがとうございます。いや、僕も参加しております。いや、ありがとうございます。同じ伊藤先生にも参加いただいて、牛の冬の草を作る、こうロールを作る機械があるんですけど、それを買いたいと思ってて、今挑戦させていただいてます。その、ご案内もあるので、ぜひ見てみてください。そのロールはなぜ必要だと言えばいいですか？はい、夏はもうこのようにジャングルになるんですね。日本の農地って地力が高くて、飼っても飼っても生えてくるので、牛たちに頑張ってお仕事してもらってるんですけど、冬になると草は生えてこなくなるので、冬の餌を夏にジャングルになってるところの草を買って、それを持ってこようと思ってます。そしたら牛たちがダイレクトモーニング。4月6日土曜日です。小田ヶ島ラジオランドの時間がやってまいりました。FM76.9MHz でお聞きの郡山市の皆様、そして全国各地の避難先でタブレット端末機でこの放送を聞いている富岡町民の皆様、そして本日いわき市有吉のこの会場でお聞きの会場の皆様、こんにちは、吉田恵子です。桜も咲いてきましたけれども、今日はですね、一日限りの小田ヶ谷様ラジオランドの復活の日ということで、素敵なゲストをお招きしております。それでは拍手でお迎えください。伊藤聖子さんです。こんにちは。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。はい、いや、もう本当に嬉しいです、またお会いできて。あの節はいろいろとお世話になりました。いや、とんでもない、こちらこそ。もういや、もう、2ヶ月後ぐらいから やりましょうか。いや、来るから。いや、もちろん、それは開局記念来ますよ、それは。おめでとうございますって、もう、花輪かなんか持って、来ますよ。第1回目出してくださいよ、ゲスト。ああ、いいですね。うん、でも、そのまんま録音したのを普通にも何、ずっと、続けてたかのような顔をして全然飲み入れんの、まず一人来ました。拍手。あ、一人で来るのか。一人しかいないの、他にいるのに。めっちゃ早い。一個前あったよね、なんかありましたね。ちょっと見たいな。あ、これこの品川じゃん。そう、抜け似てますよね、この人ね。品川庄司、違う、品川君じゃないの。全然違うよ、なんか千葉の人。嘘で、もう一回見せてくださいよ。今、私たち独自の食品分析センターっていうのを持ってるんですよ。農民連食品分析センターっていうのが東京にあるんですけど、はい、そういうところもね、サポーターとかになってもらったりすると。そんな方法あるの？あるんですよ、最近できたんですけど。サポーターになると、じゃあ俺このキノコすごい気になるんだよね、セシウムだ。あ、そういうのも全然見てとか言ったら見てる。まあ、福島の米ってのは福島の人が知ってるかもしれないですけど、全量全袋検査っていう、一袋、まあ、放射能検査してから出荷なんですけど、私たちはそれに加えてさらにもう一度、厳密な放射能検査をしてから、その産直のお米出荷するを出荷していたの。福島の海が大好きな人、大事です。最高だぜ、福島の海が。間違いない。だってね、お疲れ様です。俺がさ、はい、なんかこう接待される会だと思ってたら、めっちゃずっと俺が刺激されて、労働は俺なんだよね。そうです。と思ってました、ずっと。おかしいなと思ってるけど、まあでも嫌な気はしてないから。すごい。良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとう。それではまた会いましょう。失礼します。そうなんだ。あれって小でしたっけ、大でしたっけ。こっちですか。小ですか。でも中央の公園の方はチケット買えなくて。ああ、そうなんだ。そうですよね。ぜひぜひ。